競馬デイナイツ、岩手競馬を楽しもう。ボウ、ハ、グレイレース、yeah。1998マークリーカップ時代を変えた名声オペラ、場内静まる衝撃の七馬身、記録刻む記憶の名シーン。今年の盛岡開催も残りわずか。今回はそんな盛岡競馬場を熱狂させたグレードレースを振り返るよ。まずはこちら、7月20日に開催された第25回名声オペラ記念マーキュリーカップ。昨年の覇者マスターフェンサーが松山公平騎手を背に2番手追走から直線抜け出し、見事連覇達成。最近の落ち込んだ成績から昨年のチャンピオンにもかかわらず4番人気と不安視された中での会心の走り、ほんとしびれたよね。灼熱高速決戦クラスターカップ、レコー叩き出すコース、電光石火で勝負決まるレース、真っ向勝負の伊達天 S。 続いては8月9日に開催された第26回クラスターカップ。まばたき厳禁の超高速決戦を制したのは、6歳にして急成長を遂げた1番人気龍のゆきな。まさに異次元の末脚を炸裂。一瞬で他の馬を置き去りにしたよね。ベテラン柴田義富ジョッキーもさすがでした。博士、マーキュリーカップとクラスターカップ、どっちもすごいレースだったけど、博士の予想はどうだったの？え、いや、その、あ、来年こそはなのである。岩手競馬、今週のレースは重賞第11回キズナカップ、オープンの盛岡ダート 1200m。 盛岡開催も残りわずか。心を一つに、みんなで盛岡競馬場に行かないと。